小塚の皆さん、ごきげんよう、ジュネです。このチャンネルでは、本やドール、ファッションや映画といった様々なカルチャーの縦糸をエスセンティックで、デカダンで、シュールで、アバンゲルドな、そんな闇の横糸で繋いでいく、永遠の小塚の皆さんのためのチャンネルです。記念すべき第1回のテーマは、ドン！あなたもドールオーナーになってみませんか？キャストドール入門講座です。YouTube でキャストドールとか、まあドールとかって検索すると、うちにはこういう子がいますとか、こんなお人形をお迎えしましたとか、そういう動画はあるんですけど、じゃあそもそも、キャストドールって何なんだとか、あと、まあ、どこで買えばいいんだとか、そういうことを解説してくれるような動画が全然なかった。のでそこで今回はキャストドールの基礎知識からお迎えまで全部解説、これさえ見ればキャストドールの基礎は全部わかるっていう動画にしていきたいと思います。ということで今回お話しするテーマを大きく分けて5つ、1つ目、キャストドールってそもそも何、2つ目、キャストドールの仕組み、3つ目、キャストドールの基本的な付属品の解説、4つ目、キャストドールお迎えの方法、最後に5つ目、補足事項や注意事項についてお話ししていきたいと思います。ということで盛りだくさんな内容になっていますので、ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。それではレッツゴー。ではですね、まず1つ目のテーマ、キャストドールは何かということからお話ししていきたいと思います。そもそもキャストドールは何かっていう話なんですけど、球体観察人形の一種だと私は思っています。球体観察人形ってなんだっていうと、関節部分が球体になったお人形のことを言います。この球体観察人形は大きく分けて2種類あります。1つ目、創作人形。これは、個人の作家さんが石膏粘土などを用いて作った、まあ、世界で唯一のオリジナルの人形ということになります。2つ目が、キャストドールですね。こちらは、企業などが型に合成樹脂などを流し込んで、型取り、つまりキャストをして作り出した複製可能なお人形ということになります。やっぱり創作人形とキャストドールの大きな違いっていうのは複製可能かどうかっていうところにあると思うんですよね。創作人形は個人の作家が手作りで作っているので世界で唯一のオリジナルになるんですけど、キャストは型抜きでいくつも複製ができるので同じ形のお人形がたくさんあるんですね。ただやっぱり世界で唯一の創作人形が何十万、下手して何百万っていうお値段するのに比べて、キャストドールは複製可能な分お値段が創作人形よりはちょっとお安くなっているっていう形になります。でですね、そのキャストドールも大きく分けて2種類あるんですけど、一つが日本製、もう一つが海外製になってきますね。で、私のこの持っているお人形はどちらも海外製のものになります。こちらの女の子はリカドールというメーカーの AAAAA という名前の、何て読むかわかんないんですけど、ドールになります。これはちょっとメイクなしの状態で買って自分でメイクしているので、公式サイトに載っている AAAA と、素体は同じなんですけど、この顔ではありません。中国のメーカーになりますね。続いて男の子の方は、黒火の YS の B というお人形になります。これは公式のメイクですね。公式って言ってもメイク師さん手作業されているので、一体一体ニュアンスは違うんですけど、まあ雰囲気は公式と一緒の子になってきます。こちらは韓国のメーカーですね。とですね、まあこのように海外のキャストドールは大体まあ韓国、あと中国、あとタイとかの東南アジアですね、あたりがまあ有名なメーカーになってきます。ではですね、日本製のキャストドールはどこが出しているんだって話なんですけど、まあボークスっていう会社のお人形がすごく有名ですね。というか多分ほぼ一番独占状態なんじゃないかなと思うんですけど、こちらのボークスが出しているキャストドールのことをドルフィーっていう風に呼ぶんですけど、このドルフィーにはちょっと2種類あって、お顔がリアル寄りのスーパードルフィーと、も
とアニメチックなドルフィードリームっていう2種類あって、ドルフィードリームはちょっとビニール製になってくるので、キャストドールはこのスーパードルフィーという方になります。でですね、ちょっと私はボークスの人間は持っていないのと、あとやっぱり海外のキャストドールの動画ってあまり YouTube にないので、今回はこの子たちを中心に、まあ海外のキャストドールのお話を基準に説明していくことになります。なのでもしかしたらちょっとスーパードルフィーと違うとこあるかもしれませんが、ちょっとその辺はご容赦ください。ではですね、二つ目のテーマ、キャストドールの基本的な仕組みについてお話ししていきたいと思います。でですね、ちょっとこちらの男の子の方が全長70センチぐらいあってめちゃめちゃ重いんですよ。でちょっと持ちながら説明ができないので、この40センチ級の女の子の方とってちょっとご説明していきたいと思います。はい、どん。髪の毛があったまんまだとちょっと説明しにくいので、一回ちょっとウィッグを取らせていただきました。それではですね、ちょっと頭から説明していきたいと思うんですけど、まずお顔がこういう風にあって、横を見るとこのように切れ目があります。リカドールの場合はここにブランドの銘柄が入ってますね。これは人形っていうかブランドによって違います。で、この切れ目ですね、一体何かというと、ちょうど蓋のようになっていて、実はこれ取れるんです。で、中はこのようになっています。ここに目玉が刺さっていて、この緑に見えるところが粘土ですね。この粘土で固定しているという形になっています。この S 字に見えるものは、この体の中にですね、ゴムが入っていて、このゴムによって関節がつながっているんですけど、そのゴムがこう頭までずっと伸びていて、それをこう最後に引っ掛けている、そんなこう、突っ張り棒みたいな役目を果たしている S 感になります。で、次にこちら腕を見ていただきたいんですけど、人間と同じように手首と肘とあと肩ですね、が動くようになっていて、こんな風に曲がります。で、中を見ていただいたらわかると思うんですけど、小さな肌色が見えますね。これ、まあ完全な球体じゃないんですけど、小さなパーツがはまっていて、で、それで、こう、関節を曲げた時も、ここが空洞にならないっていう風になっています。手首もこのようになっていますね。この関節の作りは足も一緒ですね。こういう風に足首も、膝も曲がるように、なっています。こういう感じで関節が中に入っています。ここですね。で、まあメーカーさんによってボディの作りっていうのも結構違いがあるので、例えばこれちょっと今背中下げて見せてる状態なんですけど、今女の子はここのちょうどあばら骨の下あたりですかね、に関節が入っていて、ここをこう折り曲げることでちょっとお辞儀をしたような、背中を丸めたような姿勢とかも取れるんですけど、まあ、これがないメーカーもあれば、さらにたくさん関節がついているっていうお人形もあるので、結構メーカーによってまちまちですね。で、やっぱり全部バラバラにすることができるので、顔はここのメーカーがいいんだけど、ボディはこっちのメーカーの方が好きだなって場合は、別々に買って自分で組み替えるってこともできます。やっぱそれがキャストドールの面白いところですね。アンパンマンみたいな風って思ってもらったらわかるかと思います。それでは3つ目、キャストドールに絶対必要な基本的な付属品についてご説明したいと思います。キャストドールって購入した時はすっぽんぽんで、目玉はメーカーによっては安いもの入れてくれるメーカーもあるんですけど、まあ基本的に目玉も髪の毛も生えてないんですね。なんでそっから自分で好きにカスタムをする必要があるんですよ。で、その人形をカスタムして人間らしく見せるために絶対必要なものが2つ。ウィッグとアイリス。つまり髪と目ですね。まずウィッグですね。こういう形で、まあ人間のコスプレウィッグとかと近い感じに考えてもらったらいいんですけど、まあ、それの小さいバージョンという感じです。中もこのようにメッシュ状になっていて、これをお人形の頭にかぶせて
髪の毛とします。これは、すごくストレートなんですけど、実はもともとは巻き髪でした。で、耐熱ウィッグなので、ちょっと巻き髪飽きたなとか、なってきたら、こう、人間用のストッパーとかで伸ばして、私は今はそれでストレートにして使っているっていうものですね。で、女の子はウィッグが耐熱であることが多いです。もちろん、アイロン使うときは、耐熱であるかどうかしっかり確認する必要はあるんですけど。で、まあそういう女の子は巻き髪だとか、まあ、ちょっとパーマがかかってるようなのとか、こういうストレートとか、まあいろいろあるんですけど、男の子の方ですね。この子、ちょっと髪の毛がモフワってしてますよね。これボアウィークって言うんですけど、絨毯とかに使われる、毛の長いボアっていう生地があるんですね。あれをウィッグに仕立てているもので、やっぱり髪型一つで人形の雰囲気ってガラッと変わってくるので、ウィッグ選びってすごく楽しいカスタムの一つになります。次にお人形の愛の話になります。こちらの私が今左手に持っている黄色がかってる方がアクリルでできたアクリル愛で、右手で持っているピンクの方が、これガラスでできたグラスアイなんですね。で、一体何が違うんだって、まあ素材が違うんですけど、柄のバリエーションが違います。つまり今ピンクとか黄色がかって見えてる部分ですね。こちら、グラスの方は、あんまり細かい柄はできないんですね。なんですけど、こちらのアクリルの方は、ここの瞳孔のところに自分で絵を描いて、上から、こう、アクリル、透明のアクリルを被して作るってこともできるので、ぶっちゃけ、まあ、柄が割と思うがまま、変幻自在というところは、まあ、アクリルのいいところですね。ただし、やっぱり、アクリルとグラスで比べると、グラスの方が輝きがいいんですよね。で、まあ、ちょっと今この映像でわかりにくいとは思うんですが、プラスチックとガラスの違いって思ってもらったらいいと思います。実際に写真で撮影した時に、グラスアイの方が光が綺麗に入って生き生きとして見えるっていう、まあ、利点はあります。こちらのグラスアイって、追視機能があるアイが多いんですね。追視というのは、追う視線と書いて追視と読むんですけど、こうやって横に向けると、黒目が、なんとなく、自分の方を向いてるように見えませんか？すごいビビたるものなんですけど、でもやっぱりグラスアイによっては別にそんなに追わないやつもあるんで一概には言えないんですが、ここの厚みがあればあるほど、光が、こう、ちょっと詳しいことわからないですけど、反射の関係とかによって、横を向いても、なぜか黒目がこっちを、視線が追ってるように見えるっていう、機能が実はグラスアイにはあって、アクリルだとあんまり追わないんですよ。こういきますよね。こっち見てますよね。で、すごく微妙な問題で、まあ、正直わかりにくいんですが、実際に近くで見てみると、やっぱりグラスアイの方がこっちをじーっと見てるような感じにはなりますね。では四つ目、キャストドールのお迎え方法についてお話ししていきたいと、キャストドールどこで買えるのかっていうお話なんですけど、まず日本製のボックスはサイトと実店舗の2つありますね。で、サイトの方は動画の概要欄に貼ってますので、そちらから見ていただければと思います。で、店舗もですね、全国に15店舗ありまして、ちょっとここでは上げきれないので、そちらもサイトを参照していただきたいんですけど、まあサイトを見て、すぐ購入して、されてもいいし、いや、ちょっと実物見てからがいいなっていう、あとまあ店員の説明とかも聞きたいなって方は、ぜひ店舗に足を運ばれたらいいと思います。じゃあですね、次に海外のキャストドールはどこで買えばいいんだって話なんですけど、海外のメーカー本当にいっぱいあるんですよ。大きい会社か小さい会社まで数えきれないほど、
て、だからそもそもドールを売っているメーカーのサイトにたどり着けないってことになると思うんですけど、そんな初心者の方にはこちらのドルクというサイトがすごくおすすめです。このサイトでは例えば可愛い系がいい、かっこいい系がいいとか、サイズは70センチがいい、40センチがいいとか、そもそも人間型のドールなのか動物のキャストドールの方がいいのかっていう風にいろんな条件で絞って、で自分好みのドールをいろんなメーカーを網羅して調べることができます。なのでこのサイトから自分のお気に入りの子を見つけて、その公式サイトで購入するもよし、あとまあこのドルクのサイトでもすぐに買える、注文できるので、とても便利なサイトになっています。でですね、ドルクも実店舗がありまして、こちら全国に国で4店舗ですね。東京に秋葉原に2店舗。で、あと大阪の心斎橋と名古屋ですね。まあ、サイトだけじゃわかんないなっていう時は、店舗に行けば、お人形を見せていただけると思います。ただ、海外のお人形本当にたくさんあるので、そのお店に行っても必ずしも自分の目当ての人形を見れるというわけではありません。そのお店が持っている在庫のあるお人形だけ見せていただけるっていう形なんですけど、実物見るとね、全然雰囲気とか違いますので、ぜひ店舗の方にも足を運ばれたらいいと思います。では最後に5つ目の注意点と補足事項についてお話ししていきたいと思います。キャストドールの取り扱い、2つ気をつけていただきたいんですけど、まず、割れ物なので、まあ当たり前ですが、落とさないようにしてください。多少ぶつかったぐらいでは欠けないような強い素材ではあるんですけど、高いところから落とすとね、当たり前に割れます。で、二つ目がですね、黄変ということがあるんですね。黄色く変じてしまうっていうことなんですけど、キャストは紫外線に弱い素材です。なので、紫外線とか日の光がよく当たる窓辺とかに長時間置いておくと、だんだん表面が白から黄色に変わってきてしまいます。で、これはやっぱり年月が経つとどうしようもないので、どれだけ紫外線を避けていても黄変はどうしても何十年も20年も持っているとしてしまうことはではあるんですけど、ただやっぱりその紫外線を避けることで黄変を遅らせるということはできますので、紫外線にはあまり当てないように、できるだけ暗いところで保管をするように、遊ばないときは箱の中にしまうっていうのがまあいい保管方法にはなりますね。で、やっぱり黄変は避けられないことなんですけど、表面が黄色く変わっているだけなので、まあ最悪ちょっと最近あまりにも黄色くなってきたなっていうときは、目がすごく細かいヤスリでやすってあげると、まあ白く戻すということは可能です。ただメイクを施しているお顔にはね、ヤスリはかけられないので、ボディ限定の対処方法にはなってしまうんですけど、そういう黄変はちょっとキャストは避けて通れない運命みたいなものですね。でですね、次取り扱い方法というよりは購入の時に注意してほしいことなんですが、やっぱりドールもホビー、趣味の世界のものなので転売があります。いろんなメーカーが限定ドールというのを結構出してるんですね。よくある限定ってやっぱりコラボのお人形なんですけど、最近だと刀剣乱舞とコラボしていたりとか、初音ミクとか、フェイト、グランドオーダーとか、FGO ですね。とか、そういう風にいろんなコンテンツとコラボしてお人形を出してるメーカーがあるんですけど、限定で数体しか発売されないっていうのをお人形あると、すごい競争になるんですよね。その時に、転売ヤーが買って、ヤフオクに高値で、出すっていうことがお人形の世界でもあります。なので転売のお人形は買わないでください。どれだけ欲しくてもできるだけ正規の販売ルートで買うようにしましょう。撲滅転売屋。あと次にキャストドールだからこそある問題なんですけど、リキャストっていうお人形がたまに出回ることがあります。これどういうことかっていうと、先ほど言ったようにキャストドールって型に樹脂を流し込んで作ってるじゃないですか。つまりこの型さえ手に入れば、あるいは自分で作れば、同じ人形をどん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 作れちゃうんですよね。まあその悪い業者が似たようなドール、粗悪品をリキャストして
まあ、よりお安く、あるいは高くで売るっていうことがあります。ので、ぜひ、購入の時は、正しいルートで買うように、ぜひしてください。はい。ということで、以上、キャストドール入門講座でした。すごく長くなりましたが、少しでもキャストドールに対しての親しみが湧けば嬉しいと思います。今回紹介した、お店とか、あと、サイトとかを通して、見てくださった方が、こう、梅のドールに出会えるような、そんな橋渡しになれればと思います。まあ、すごい、オタク的な発言になるんですけど、なんかこう、目にした瞬間にビビってくるような、やっぱ運命のお人形って、運命の子っているんですよ。なのでまあ、そういう子にね、巡り会えるような、なんかそんなきっかけになれたら嬉しいなと思っています。最後まで見てくださってありがとうございました。もし役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと何かこうわからないこととかありましたらコメント欄に書いていただければ私のできる範囲であればお答えしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。